私の名前はしおり。幼く、記憶もほとんどない頃に両親が離婚、母方の家で育てられた。勉強しか取り柄がなく、学生時代は必死に勉強をして、今はそこそこの会社で働いている。母親は2年前に病気で他界。しかし、顔も知らない父親は、葬儀に顔すら見せなかった。実質私は一人ぼっちである。ある日、いつものように何気なく仕事をしていると、中学からの幼馴染の美香から連絡が来た。もしもし、あのさ、来月末の土曜日って空いてる？空いてるけど、何かあるの？実は、高校の友達から連絡が来て、高校の同窓会をやるらしいんだけどさ。高校の同窓会なんて行きたくないよ。私はもともと高校では貧乏が原因であまりいい思い出がなかった。なので正直なところ本当に参加したくはなかった。気持ちはわかるけど、私たち大人になったし、しおりももう立派な社会人じゃん。そうだけど、結婚もしてないしさ、出会いの場だと思って行こうよ。うん。じゃあまた連絡するね。結局私は仕方なく高校の同窓会に参加することにした。当日の朝は体がすこぶる重く、心の底から行きたくなかった。しかし当日、ドタキャンをする勇気もなく、気づけば美香と一緒に会場のホテルに着いていた。うわぁ、こんな高級そうなホテルでやるんだ。会費だって高かったでしょ？これくらいなんじゃないの？高かったんだから、イケメン連れて帰らないと。まあ、頑張んなさい。受付を済ませ、ホテルの大部屋へと通された。中に入ると、懐かしい顔ぶれや、高校時代の苦い思い出がよぎる人たちもいた。さあ、イケメン探しに行かないと。誰が誰だか分かってるの？大丈夫？少々気が重かったのは事実だが、いざ来てみるとそこまで嫌な感じではなかった。私は久々に再会する同級生たちに挨拶をしながら回った。美香はどこかへと消えてしまった。あれ？貧乏ちゃんじゃない？あ、私のことを貧乏ちゃんと呼んだ彼女は、高校時代、私の苦い思い出の元凶である。ねえねえ、貧乏ちゃんだよね。その呼び方はちょっと、仕方ないじゃない。その呼び名しか知らないんだから。うん。だってあんた一人だけ、修学旅行行けなかったじゃん。そうだけど、別にそんなことある？しかも毎日ちっちゃい弁当だしさ。かな子はいつも悪気もなくこういった人のことを平気で大きな声で話す。昔と変わった様子のない姿に私も昔に戻ってしまった気分になった。あんた今何やってんの？今は化粧品メーカーで働いてるよ。まだ貧乏ちゃんしてるの？それなりに稼いではいるから、私の話など最後まで聞く気はないようで、私の悪口を他の子と話していた。泣きそうになり、その場を今すぐ後にしたいと思った瞬間だった。しおりさんですか？僕のこと覚えていますか？え？私に話しかけてきたのは、見たこともない真っ黒なスーツに、身を包んだ男性だった。僕昔陰気だったもので、覚えてらっしゃる方が少なくて。そうなんですね。ごめんなさい、私も覚えていません。じゃあ今から仲良くなれますかね？はあ。顔はものすごく美形のイケメンで、背も高く、つけているものから高級そうな雰囲気がした。するとその後ろで、かな子が少し嫉妬した目で見つめていた。飲み物持ってきますので、待っててくださいね。わ、
わかりました。男性がその場を去ろうとすると、かな子がそれを止めた。めっちゃイケメンじゃん。そんな貧乏ちゃん置いといて、こっちで話そうよ。あんたらみたいなのと話すのなんか、エドが出る。はあ？ブスとその寄せ集めに、興味なんか誰もないだろう。水戸はその場を去ってしまった。かな子は今までにないくらいの怒りの表情をしていた。すると、かな子のもとに、一人の男性が現れた。いかにも柄の悪そうな男だった。かな子どうした？なんかイライラしてね。別に。こいつはお前の友達か？俺あんまり覚えてないけど。その子は貧乏ちゃん。お金がなくて修学旅行にも行けなかった子だよ。かな子がよく言ってたあいつか。男性はこちらに向かってニヤニヤしながら近づいてきた。やあ、貧乏ちゃん。俺、雄大だけど覚えてるかな？うん。私今、雄大と付き合ってるんだよね。それより何をイライラしてんだよ。思い出させないでよ。あいつ、私のことブスって言いやがったんだよ。あ？どいつだ？飲み物取ってくるって言ってたから、多分すぐ戻ってくると思うけど。一発かましてやるか。すると、かな子はさっきとは表情が一変し、ニコニコした様子で話し始めた。雄大は若頭だから、聞いただけでビビっちゃうんじゃないの？かもな。ごめんね、貧乏ちゃん。あんたの彼氏かなんか知らないけど、雄大にボコボコにされちゃうかも。彼氏じゃないよ。雄大こう見えても、丸組の若頭やってるんだよ。かな子はわざと周りに聞こえるような大声でヤクザであることを言っていた。周りが引いた目で見ている中、雄大もそれを気持ちよい感じで聞いていた。余計なことばっかり言うなよな。みんながビビっちまうだろう。本当のことなんだからいいでしょ。周りの人は関わりたくないと思い、みんなその場を離れていった。それにしてもさっきの男遅いな。ボコボコにするなんてやめてください。私あの人のこと知らないし。そんなこと関係ないわ。私のことブス呼ばわりしてさ。言い方もきっと良くなかったんだよ。何？あんた私が悪いってこと？そんなことを言ったつもりはないけど。貧乏ちゃんのくせに調子に乗らないでくれる？かな子はまた機嫌が悪くなった。雄大は私のそんな発言を聞いて同じように腹を立てていた。なんだ、お前も同じように殴られたいのか？いや、そんなわけじゃないんだけど。ついでにこいつも殴ってよ。なんか生意気だしさ。ちょっとそれって。かな子は怒りの矛先を私に向けてきた。だいたい貧乏ちゃんが同窓会に来ることがまず間違ってるんじゃない？同窓会に貧乏だったかどうかは関係ないと思いますけど。さすがに横柄な態度すぎるかな子に対してカチンと来ていたので、言い返してしまった。は？あんた口答えする気？貧乏臭い匂いプンプンのくせに。言わせてもらうけど、あんたみたいな人嫌いなの。なんですって？そうやって人のマウント取ることしか脳がないくせに。ああ、調子に乗るな。かな子が完全にブチ切れてこっちへと歩み寄ってきた。私はやりすぎて殴られると思い目を閉じた。冷た。すまんすまん。貧乏が臭くて消毒しようと思ってよ。雄大は持っていたグラスに入っていた酒を私にかけてきた。まあ臭いから消毒だよ。感謝しろや。そうだね、確かに私もかけてあげる。二人は私に持っていた酒を頭からかけた。これで匂いも少しはなくなるんじゃない？でも
酒臭くなっちまったな。私はこれ以上逆らえば暴力を振るわれてしまうという恐怖が勝ってしまい、何も言い返すこともやり返すこともできず、苦笑いしかできなくなっていた。さっきまでの威勢はどうしたのよ。言い返しても来なくなったの？さっきはかな子が近寄ったら目つぶってたから怖いんじゃねえの？私は悔しさを胸に秘めることしかできず、それ以上何もできない自分が情けなくなった。もう、いいかな。気づけば私は泣いており、その場をすぐに離れたかったが、それを二人は許さなかった。何あんた泣いてんの？ダッサ。泣いたら誰か助けに来てくれるのかな？二人はそれでもやめず、びしょ濡れで悔しがる私を笑い者にしていた。周りの人に助けてほしかったが、誰も助けてはくれなかった。私は泣きながらその場にいることしかできず、ただただ二人に笑われていた。どけ、ブス。あ、行った。かな子と雄大の後ろから、あの男性が現れた。なんだお前。黙れ、どけや。男性は二人を押しのけて、私の髪を持っていたハンカチで拭いてくれた。大丈夫？怪我とかはしてない？はい。ハンカチ使ってください。とりあえず拭けそうなところだけでも。ありがとうございます。男性はハンカチをそのまま私に渡して、かな子と雄大の方へと振り向いた。お前ら、自分たちがやってることがどれだけ醜いかわからないのか？なんだと？周囲の人間に迷惑をかけて、さらにはそれを堂々と行うなんて、馬鹿にも程がある。お前、誰に物言ってんのかわかってるんか？果てしなくダサい馬鹿と、それに群がる全てにおいてブスな女にだよ。なんだとこら？お前、自分の立場分かってねえのか？それはこっちのセリフだよ。何言ってんの？雄大は丸組のヤクザで、若頭なのよ。逆らったらどうなるか分かってんの？だから、それだよ。男性は頭をかきながら、二人を諭すように話し始めた。ヤクザで若頭で、偉いんでしょ？んなこと分かってんだよ。だったらどうなるかは分かってんのかって聞いてんの？どうにもならないさ。後悔するのはお前らだし。どういう風に後悔するんだ？馬鹿にしたような態度で、雄大は男性に突っかかった。まず、お前らはここで、俺の指示に従うことになる。はあ？力ずくできたとしても、俺には勝てないよ。お前じゃ弱すぎる。やっ見てみないとわからないってやつか？やる前から勝負決まってんだろ。それと一番後悔するのは俺にやられることじゃない。なんだよ。しおりさんをバカにしたり酒をかけたりしたことだよ。それを聞いた瞬間に二人は爆笑し始めた。何それ？そんなこと後悔するわけないだろ。もしかして自分が白馬の王子様で助けるから的なこと考えてるわけ？おいおい、頭の中お花畑かよこいつ。それを聞いた男性は鼻で笑った。ふん、そんなわけないだろう。何言ってんだお前。男性は二人を逆に笑い手招きした。バカはどこまで行ってもバカなんだよな。とりあえずかかってこいよ。調子のんじゃねえぞ。雄大は男性の態度に我慢できなくなり、男性に向かって殴りかかった。喧嘩売る相手、間違えない方が身のためだぞ。男性は殴りかかった拳をひらりとかわし、さらに雄大を煽った。貴様！舐めやがって。雄大、そんな奴やっちゃって。
三人がヒートアップし始めてしまい、私は完全に忘れられていた。そして、やっと騒ぎを聞きつけたミカが私の元へとやってきた。何よ、この状況。てか、あんた、びちょびちょじゃないの。何があったのよ。お酒をかけられちゃって。は？どういうこと？実は、かなこにいじられて、雄大にお酒をかけられて、それで。男性が雄大の攻撃を軽くかわしている間に、私は状況をミカに伝えた。症例であのイケメンが、あんたのためにやり合うみたいになっちゃったの？私のためっていうか。てか、あんなイケメン、うちの高校にいたっけ？私も見たことないんだよね。あれだけイケメンで身長もある人なら、まず高校時代から人気があったに違いないはずだが、私の記憶にも確かに引っかかるような人は存在しなかった。15分ほど経っても雄大の攻撃が男性に当たることはなかった。あのイケメン強すぎるわね。なんか雄大がかわいそうに見えてきた。かな子も顔真っ赤にしてめっちゃ怒ってるみたいよ。周りもあれだけ虚勢を放っていた雄大がいいようにされているのを見てクスクスと笑っていた。その状況に徐々にかな子がイライラしているのが一目でわかった。この後どうするんだろう。同窓会って雰囲気じゃなくなってるし。わからないけど、私完全に蚊帳の外って感じになっちゃった。なんかそろそろ終わりそうだよ。何度殴っても当たらないので、雄大は完全に疲れ切ってしまっていた。なんで当たらないんだよ。それはお前が弱いからだよ。てか、そろそろやり返してもいい？何やってんの？いつもみたいにやっちゃってよ。黙ってろ。そんな奴に勝てなかったら別れるからね。うるせえ。こっからなんだよ。黙って見てろ。じゃあ早くやっちゃってよ。私だってバカみたいになるじゃない。するとその言葉を聞いた男性はケラケラと笑い始めた。バカみたいじゃなくて、もうすでにそうだってなんで気づかないかな。さっきから何なのよあんた。避けてばっかで腰抜けのくせに。穴を少しでも持たせてやろうと思って手出さなかっただけだよ。どうせビビってたまたま当たってないだけでしょ。やり返してみなさいよ。ではお言葉に甘えてやり返しますね。男性の顔つきが一瞬にして変わった。人を殺すような顔に変わってしまったのだ。じゃあやり返すな。男性がそう言うとゆっくりと雄大に近づいていった。誰がどう見ても力の差は歴然で、雄大に勝てる見込みなどなかった。しかし雄大は男性相手に再度殴りかかった。ぐぅ。男性はまたひらりとかわし、雄大の顔面に思い切り拳を突き刺した。そして地面へと倒れ込む雄大にゆっくりとまた近づき、上から首を踏みつけて押さえつけた。お前と俺じゃ勝負にもならないんだよ。おとなしくしとけ。男性の足元でうめきながら暴れるが、何もできない雄大を見てかな子が吠えた。あんた何してんのよ。そっちが殴りかかってきたんでしょうよ。どけよかな。かな子は男性の前まで行き、平手打ちを食らわそうと顔にめがけて腕を振り抜いた。痛いな。ちょっと話しなさいよ。お前が手を出してきたんだろう。止めただけだろうが。女に男が手を出すなんて最低よ。男使って女が喧嘩林立てるのも同じくらい最低だけどな。うるさい、死ね。黙ってろ。男性はかな子の振り切った手をつかみ、逆に顔面に平手打ちを食らわせた。
痛い。女なら殴られないと思ったか？甘いんじゃ。ちょっとやりすぎなんじゃない？そんなこと頼んでないんだけど。さすがに相手がかな子と雄大とはいえやりすぎではないかと男性へと詰め寄った。それは大変申し訳ございません。しかし。何よ。俺も徹底的にやらないと後で何されるか。どういうこと？俺はしおりさんを守るためにいるのです。は？言っている意味がわけがわからず、頭の中が整理できなくなっていた。何をぐちゃぐちゃ話してるのよ。あんた一体何者なのよ。お前、うちの高校の生徒じゃないだろ。違うけど、何？そんな奴が勝手に入ってくるなよ。ちょっと、店員も見てないで、こいつつまみ出してよ。かな子は大きな声で叫ぶが、ホテルのスタッフは誰一人として動くことはなかった。こいつは不審者だよ。何してんのよ。わかったよ。俺が誰であるか教えてやるよ。男性は少し困ったような素振りを見せながら語り始めた。まずお前、丸組の若頭なんだってな。だからどうした？俺はその丸組の幹部の方の命令で今動いてるんだよ。え？つまり俺に逆らうってことは幹部の方の命令をお前が害してるってわけ。は？だから後悔するって言っただろ。そんな話信じられるか？じゃあ信じさせてやるよ。男性はそう言うとおもむろにどこかへと電話をかけ始めた。お疲れ様です。水戸です。はいはい。実はですね。さっきまでの態度とは打って変わり、低い物腰で電話をすると、それを雄大に渡した。なんで俺が電話になんて出ないといけないんだよ。ああ、逆らうのか？電話の先が誰か分かってんのか？知らねえよ。大体仮にも名乗ったとしても本人だって確証ねえだろうが。あっそう、確証があればいいんだな。すると男性はまた電話越しに話し始めた。そして電話の設定をスピーカーに変えて音量を最大にした。切り替えましたので雄大にも聞こえております。おお、そうか。おい、聞こえてるか？誰だよお前。誰だと？誰に物言っとんだ貴様。電話で誰なんてわからないだろ。丸組の幹部の宅一だ。お前、うちの組の若頭なんだろ。本当に幹部なのかよ。お前、丸組の佐藤の下についているやつだろ。若頭になったのも最近だな。そうだけど。今から佐藤からお前に電話かけさせるから取れよ。そう言うと電話は切れてしまった。5分も経たないうちに雄大の携帯が鳴る。画面を見た雄大は大慌てで電話を取った。はい、お疲れ様です。いや、あのですね。雄大もさっきまでとは人が変わったかのような口調で話し始めた。10分程度話した後、真っ青な顔をした雄大がその場で唖然としていた。その様子を見たかな子は事実だと分かり、どうしていいか分からないという顔をしていた。あの。何よ。雄大はこちらへすり寄ってきていた。許してください。は？雄大、何してんのよ。うるさい。お前のせいだからな。は？いきなり何ですか。雄大は今にも泣き出しそうな顔で私を見つめていた。うちの組の幹部の娘さんだとは知らず、数々の無礼をいたしました。幹部の娘？はい。あんたのお父さん、ヤクザだったの？衝撃の発言に私は唖然とした。ねえ、なんとか言いなさいよ。
何のことかよくわからないよ。ですから僕は知らなくて、このままじゃ俺。ちょっと黙ってて、わけわからない。それも僕の方からお話しします。水とは改まって話し始めた。しおりさんは正真正銘うちの幹部の娘さんです。どういうこと？親御さんはしおりさんが幼い頃に離婚されたと伺っています。はい。事情に関しては詳しくはお話しできません。離婚した後もお父様はしおりさんを心配されていました。それで？そして最近お母様がお亡くなりになられましたよね。はい。それがきっかけで僕がしおりさんに何かあった時のために監視をしていたんです。お父さんの指示でってこと？その通りです。話をされたがすぐに事実を受け止めることはできなかった。ホテルのスタッフの方、ちょっと。水戸はスタッフを呼びつけ耳打ちをした。するとスタッフたちは一斉に動き出し、料理を全部下げ高級な料理へと変更された。それとしおりさんは着替えをしてください。着替えなんて持っていません。問題ありません。こちらで用意しておりますので、好きなものをお選びください。やっぱすご。着替えとして用意をされていたのは全てブランド物の高級ドレスだった。異様な光景に周りの人々は引くというよりも飽きに取られていた。何よ、貧乏ちゃんのくせに。かな子は今までバカにしていた相手がとんでもない人物であったことや、彼氏である雄大が完全にやる気をなくしてしまったことに腹を立てたらしく、その場を後にして会場から出て行こうとした。お前も同罪だ。逃げられるわけないだろう。ちょっと話してよ。水人の指示でホテルのスタッフが出て行こうとするかな子を抑えた。それも全てうちの組のもんだ。は？お前と雄大はこれから組の事務所まで行くんだよ。そんな。おとなしくしてねえと力ずくで連れて行くことになるぞ。くさあ。かな子は最初は抵抗したものの、すぐにおとなしくなり無抵抗で連れて行かれた。雄大は自ら力なく立ち上がり、かな子の後をついて行った。じゃあ俺もこの辺で帰ります。二人を連れて行かなくちゃいけないので。ちょっと待ってよ。しおりさんはせっかくの同窓会だから楽しんでくださいよ。こんな状況で楽しめるわけないじゃない。もう雄大やかな子のような調子に乗るやつはいないでしょうから大丈夫だと思いますよ。そういうことじゃないでしょ。この一連の騒動で私は完全に注目の的となってしまった。この二人どうするつもりなのよ。俺が決めることではないですが、かな子に関しては何とも言いようがないですが、雄大は。雄大は？まあ指詰めるか海に流すか、まあ想像にお任せしますよ。それじゃあ私がやられっぱなしに変わりないじゃない。確かにおっしゃる通りですね。私の気が済まないし、このまま知らないのも気分が悪いわ。ではどうされたいですか。ご希望に添えるようにいたしますが。私はかな子と雄大の前に立った。何よ、殴りたいなら殴れば。やめろ、変なこと言うなよ。あんたがもうちょっとまともにしてればこんなことにならなかったんじゃないの。そんなこと言われても知らなかったものは仕方ないだろう。この状況でまた二人は他人に罪をなすりつけようとしていた。あのさ、自分たちが恥ずかしいことしてるのわからないの。あんたに説教される筋合いないんだけど。もうやめろって。変な絡み方したからこうなったんでしょ。私もよく分かってないけどさ。で何よ、まだなんかあるの。あんたは最低ね。謝ることもできないの。あいにく謝るようなことしてないし。謝れば別に
許してやらなくもないけど。別に許してほしいなんて思ってないし。あ、そう。私はさっきまでとは違い、雄大も怖くなければ、水人もいることから、かな子が怖くなくなっていた。私は渾身の力を込めて、思い切りかな子に平手打ちをした。いったあんた、やったわね。かな子はやり返そうとしたが、それを周りのスタッフが止めた。すっきりしましたか？まあね、周りもきっとイライラしていたのだろう。拍手が巻き起こった。あんた、やるときはやるのね。前の私とはもう違うからね。じゃあイケメン探そうか。私は別に興味ないけどね。正直楽しむ余裕は一切ないくらい頭の中はぐちゃぐちゃだった。私は今日は帰るわ。ミカだけでも楽しみなよ。でもせっかくの料理とか服装も豪華になったし、楽しまなきゃ損じゃない？もうそんな気分じゃないもん。ミズとはその場を後にして去ろうとした。ではこれで失礼しますね。ちょっと。まだ何かありますか？まだ何かってさ、私は訳が分かってないの。説明したじゃないですか。いきなり暴力沙汰が起きて、お父さんがヤクザの幹部でとか言われて、納得できる？急ではあると思いますが、納得していただくしかありません。納得してどうすればいいのよ。今までお父さんのこと何も分からなかったのに。では僕にどうしろというのですか？僕はただ命令を聞いているだけです。お父さんに会わせなさいよ、そのヤクザの幹部とかいう。今までどこの誰かもわからない父親の話題をここで逃したらまずいと思っていた。このままでは一生父親に会えるチャンスはないかもしれないと思い込んでいた。会わせると言われましても、それは難しいと思いますよ。なんで？もしお会いするということなら、もっと早めに会うこともできたでしょうし。会う機会なんてなかったのよ。お父様の方からってことですよ。会わなかったのは理由があるからで。今すぐ連絡して、私が説得するから。嫌がる水戸に、私は何度も食い下がった。結果的に水戸は根負けし、連絡を取り始めた。何度言ってもご納得できないそうで。はい。電話の向こう側にいる父親もできるだけ会いたくないようだった。では今度機会を設けるということでいいですか？はい、わかりました。私にも電話代わってよ。電話で話したいとのことですが。はい。そう言うと水戸は黙って私に携帯を差し出した。もしもし？もしもし、聞こえているよ。はじめましてだね。さっき水戸さんに聞いたけど、私のお父さんなんですか？そうだね。君は何も知らないと思うけどね。ちゃんと話を聞きたいですし、お伺いしたいこともあるのですが。電話ではダメかね？ここで私が何もなく切ってしまったら、私には今後家族がいなくなります。ああ、ちゃんと自分の目で全部確認したいんです。だから会えませんか？少し考えさせてくれ。いい返事を期待しています。最終的に今は無理で、後日時間をお互いに連絡を取り合い作るという方向で話は終わった。水戸の連絡先を教えてもらい、水戸は帰っていった。私もさすがに周りの目が痛い、なのでそそくさと帰ることにした。後日水戸から連絡が入った。今週末でしたらお時間あるそうなのですが、いかがでしょうか？私も大丈夫ですので、場所と時間を教えてください。週末、私は水戸に指定された場所へと時間通りに向かった。そして車に乗り込み、そのままヤクザの事務所へと向かった。事務所へ入り、奥の部屋へと進んだ。そこには50代くらいの
恰幅のいいおじさんが座っていた。あなたが私のお父さんですか？ああ。お名前も何があったのかも顔も知りません。そうだろうな。いろいろとお聞きしてもいいですか？ああ。名前や年齢など基本的なことは正直どうでもよかった。それよりもなぜ私たちを捨てたのか、なぜ母の葬儀にも来なかったのか、そしてなぜ今さら私を援助しようと思ったのかが知りたかった。何を聞いてよいのかもわからないけど、なんで私たちを捨てたんですか？しかしお父さんは何も答えなかった。しびれを切らしたのか、水戸が口を開いた。それは俺の方からお話しします。いいんだ、捨てたことに変わりなどないからな。しおりさんはこのままではただ捨てられただけだと思われて生きていくことになります。どっちでもいいから話してよ、そのために来たんだから。はい。話の内容は悲しい内容だった。ヤクザとしてまだ下っ端だった拓一は、母と結婚してすぐに鉄砲玉になることになった。抗争相手の事務所に乗り込み、相当激しいことになった。それが原因で拓一は命を狙われることになる。しかし誰かが守ってくれるわけでもなく、命が脅かされることが日常茶飯事となっていた。そしてそれは母にもつきまとうことになってしまった。母は覚悟していたようだが、その時すでに私がお腹の中にいた。私と母の命を守るために二人は別れを決め、母は遠くへと一人移り住んだとのことだった。でもなんで状況が落ち着いてから私たちの元へ来てくれなかったの？父親がヤクザなんて誇れるものではないだろう。お母さんの葬式くらいは来てくれてもよかったじゃない。母さんと決めたんだよ。え？お互いに何があっても顔を合わせるのはやめようって。なんで？また一緒になりたくなってしまうだろうからってな。拓一の頬には大粒の涙が伝っていた。それ以上の言葉は必要ないとその時に思った。これからはどうするの？しおりが迷惑と言うならもう関わらないよ。正直知らないヤクザの人とか水戸さんとかが付きまとうのは嫌かな。じゃあ関わらないようにしていくさ。そういうことじゃなくて。なんだ？何かあってもなくてもお父さんとしてたまに会いに来てよ。拓一はさっきよりも震えていた。ああ。私は父の手をしっかりと握った。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。